持っていきたいのは、アイアンボールを持っていきます。バトリングアロー持ってきたかったな。よし行こう。チャプター9と。いやー、ガトリングアロー使いたかったな。どんなんなんだろう。どうやらここの遊園地のようですよ、兵長。噂通りの偏僻なところだね。アーネスト。で、どうします？どうもこうもないだろう。行くよ、このままさ。へい。ですが、いるんですかね、魔女ってのは。ゼノさん、どうも話を誇張する癖があるというか。まあそれはわかる。とはいえさ、あんな暑苦しい説明をされてみろよ。一応上司としては信じてあげようかななんて気にもなるってもんよ。そういうもんすかね。それにあの方からの直々の調査命令は、行かないわけにはいくまいよ。どちらかというとそっちの命令が重要ってとこですか。ですが国内でも随一の戦士である兵長がやる任務ですかね。いいのいいの、宮遣いってのはそういうもんでしょ。ほれ行くぞ。了解。国内随一と言われている戦士、この駅士団第一兵団兵長のアーネストはレグリナのもとへ向かっていた。アーネストはただ魔女と呼ばれる不定の集団を掃討するべしとの命を上役より受け、現地の殲滅を目的としている。かつての部下ゼノの熱弁が少しだけアーネストの心を動かした。ふん。しかしその裏ではある人物からの密命を帯びていた。アーネストにとってはその人物からの命は何よりも優先すべきことだった。へえ。敵を発見、早く終わらせる。無理でしょう。7に増えてる。これ以上何を使えてるか。ちょっと待って、これ俺が知ってる場所か。何かするなよ。危ねえ。ギリ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 解放者を回避。おい、なんでお前そこにいるんだよ。あんたね、燃やしてやる。なんでお前そこにいるの。もうトラップが7に増えてるんだが、全部使いこなせないぞ。7もあっても、7あってもお前の使いこなせねえよ俺には。そんなに投入します。これに代わる何かいいのがあれば。
それでもやっとくか。適当に用意をしておく。さあ来るがいい。さあ来た、犠牲者が来た。ああ捕まえた。アイアンボール、あや、あれアイアンボール、アイアンボールあれしちゃったよ。アイアンボール吹き飛ばしちゃった。アイアンボール吹き飛ばしちゃったわ。これじゃあ俺の求めるコンボができんぞ。はーい、見て見て、アイアンボール吹き飛ばしちゃったよ。あ、いけるかもしれん。でも意外にいけるかもしれん。ほら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 、はははははは、アイアンボール吹き飛ばしちゃうけど、まだあれだ、跳ね返すやつで転がっていけば、うまくいけばいけるかもしれん。どこだ、アーニャ。いつまで続けるべきだ。任務とはいえ女の子を相手にするのは嫌だな。どうやら同じ方向と見た。そうだろ。足音が聞こえる、足音が聞こえる。はい、アイアンボール飛ばす。意味がなかった、今回は意味がない。あれ、電気か、電気か。はーい、ダブルで、こいつら吹き飛び方がダメだ。吹き飛び方がイマジダメ。こんなにも右斜めに吹き飛ばないで、まっすぐ後ろに吹き飛んでくる。まっすぐこうね、吹き飛んでくれれば、壁の方に向かってくれれば。右じゃダメだよ、そこじゃダメだよ。いけるかも、いけるかも。ダメだった。アイアンボールちょっと怖い、アイアンボール怖い。あー止まった。終わり。いや、アイアンボールどうしようかな、使おうかな、微妙。釘をつけるべきだったか。アイアンボールどうしようかな、使うべきかどうか。吹き飛ばしちゃうわ。どこに隠れても無駄よ。弓か。